2024年7月1日の公示でコルニエル選手が抹消されました。カーン選手の感染症特例で代替選手に選ばれていたんだけど、抹消は他の選手を選ぶこともできる中での抹消、ある程度決まってあったのかもしれんな。明日からハーン選手が復帰すると思うんだけど、ファンの間ではいろいろと予想されてた抹消選手、登板数も増えて最近は死球で崩れることの多かった島内選手、先日3失点の玉村選手を抹消候補に挙げる人が多かった印象なんだけど、大きな入れ替えはないみたいだね。ハチ選手や森選手も下で頑張っておるがな、上も安定しておるし仕方ないわい。末金選手が離脱して打線の力が落ちている中で、先発含め投手陣は本当に安定してる。偏った選手に負担が増えているのも事実だから、ハーン選手にはすごく期待したいね。もちろんじゃわい。しばらくチャンスはなさそうだけど、2軍では長谷部選手がすごく状態が良い。先日も西満塁からマウンドに上がるとしっかり三振に仕留めて吠えていた。左腕が渋滞しているけど、状態のいいうちに昇格してほしいかな。コルニエル選手は悪くはないけど、死球を出してしまうのが印象が悪かったのかも。下では無双状態だし、また次の昇格時には頼りにしたいね。ということで、コルニエル選手の抹消、おそらく明日ハーン選手昇格、のお話、でした。